よし、行きましょう。続きでございます。とりあえずはここだよね。ここ抜けてくと思うんだけど、敵はどうなんかな。結構強いのかな。エンカウントしないね。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ来たな、いちご屋さんのところに。宝箱がありますが、この辺でもさ、助っ人って呼べんのかな。あー、ダメか。宝箱の前だとうんぬんかんぬんなんかいてなかったっけ。ダメか。薬草 OK。 薬草ちょっといっぱい持ってるな。あー、あっちにもあるわ。なかなか武器とかは置いてないのかね。どうなんだろう。エンカウントしないからもうこのままグイグイいっちゃっていいのかな。薬草を手に入れた。意外と持ち込める。ロバロバ手に入れたからか。ロバロバってさ、これさ、どんだけ持ち込めんのかね。どうなんだろう。ちょっとわかんないけど。薬草が大量にありますけどね。奥の部屋から声がする。ふふ、越後屋として金をため、改造用の人間も集めた。改造用の人間。ほう。上司と越後屋がこのデビルクローンの一人二役とは誰も知らぬ。あー、上司と越後屋デビルクローンの一人二役、もう人間じゃないのかな。さて、金を城に運ぶか。なるほど。これは？これ何？宝箱開いている。じゃあもうこっから城に行けばいいってことなんかな。行き止まりだけど壁だしね。そういうことか。じゃあ戻るか。こっから戻って町の外出て城に行けばいいっていうことなのか。ちょっと よくわかんないけど。デビルクローンとかって言ってたよね。もうなんか人間じゃなくなってんのか。さあ行くぜ。よし、ちょっと全滅怖いけどね。お金ちょっと溜まってる状態だからさ。さあ、お城来たけど、これどうなってんだこれ。入れないのか。いや、入れないな。どうしたらいいんだろう。困ったね。そもそもこのルートじゃないってこと？ちょっとわかんないな。ちょっと待って。こいつに話しかけると、越後屋はでかい商いしかせん帰りや。困ったね。ちょっと待って、どうしたらいいんだ。城にお金を運ぶかみたいな言ってたけど、ちょっと待って、行き詰まったぞこれ。もうこっからなんか城に行けるのかなって思ってたんだけど。どうなんだろう。なんかこの辺から行けるとかさ、ないか。ちょっと待って、いきなりこれまたさ、
行き詰まったぞ、これ。この先はもう完全に行き止まりなのに。でもこの先で話し声が聞こえてさ、城に行くかって言ってたから、やっぱこのルートから行くのかな。どうなんだろう。なんか隠し扉があるとかさ。にしてもあまりちょっと情報ないよね。あ、来た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 。罠外し。罠外し。罠はありやせんぜ。じゃあ、スパイ？ちょっとさ、ちょっとわかんないな。この奥から話し声が聞こえて、城に行くかって言ってたから、なんか城に行く隠し扉とか隠し階段とかなんかあんのかなと思ったけど、あまりにもノーヒントすぎるよね。どうなんだろう。ちょっとチロ吉待ちます、これ。タイミングよく出てきてくれればいいけど。困ったなぁ。ちょっと情報っていう情報がないもんね。村人もいないし、お稲荷さんもちょっと、なんか情報屋になってないもんね。ちょっとどうしよっか、これ。これ聞いたとてだよな。いやー、わかんないね。もう一回城行ってみるか。どうなんだろう。いやー、次郎吉来ないな。いやー、わかんない。地図入れ見てもだよね。あれ？こうか。いやー、ちょっとわかんないな。越後屋の奥はどうなっとんや。奥って、だからさっき言った場所のことなのかな。奥ってどうなんだろう。白。ダメか。ジロキチ。ちょっとさ、来ないもんな。なにわでスパイ進行中。やばい、これもう開幕。10分足らずで何していいかわからん状態になったぞ、これ。なんかここ行っとけみたいなさ、情報って、あっサッカー？それともすっ飛ばして西に行っちゃっていいのかな。 わかんないな。こいつも人いっぱいいるから。いやー、ダメだよねー。大した情報ねえんだよ。越後屋城へ出入りしとるがどうやって行くんや。いや、だからあの奥から行ってると思うんだけど、どうやって言ってんだろうね。やっぱさっきのルートで合ってんのかな。西に秋の町があるで。まあ先にそっち行ってもいいけどさ。いやー、でもなんか釈然としないというか、すっきりしない感じだよね、これ。
やっぱこのルートか。でも。なんか、もう全マス調べて、見るか。なんだったら。この奥だよね。こっから行ってんだろうな。じゃあちょっと待って、全マス調べてみるわ。これ向きとかも関係あるか。向きとかも関係あるよね、やっぱりね。いやー、ちょっと、これは厳しいぞ。隠し通路とかさ、いや、いけないもんな。いやー、ちょっとわかんないね。明らかになんか1マスだけ色違うとかさ、そういうのもないもんな。壁か？壁にギミックがある？いや、ない。ないないない。おー、びっくりした、もう。ノーヒントすぎる。ノーヒントすぎる。そしてレッドスネーク。またお前ら、この辺うろついてんの？レッドスネーク。でも逆を言えばさ、この辺までになってもさ、レッドスネーク出るってことは、いや、本当にあの序盤でレッドスネーク2体とかと戦うのってすんごいきついってことなんだよ、これ。出るね、出るね。ヘルラッツ。新顔だな。挨拶代わりの兜割り。オーケー。ヘルラッツ。これ、10米切りだと、どうですか？倒せる倒せる。HP そんな高くないね。まあまあ、とりあえず先に進んでよかったわ。6の経験値27力。草笛。草笛って何？なんだろう。草笛。ちょっとわかんないな。出た出た、白坊主。いやー、全体攻撃欲しいわ。ほんと。全体攻撃ってそもそもあんのかな。いや、あるよね、多分ね。キラ的なやつ。それをどの段階で覚えるかっていう、そこだけど。薬草。薬草だらけだな。しばらく回復には困らんぞ。階段。よし。さあ、来た。いや、曲がまたいいね。緊張感の。うわー、なんかギミックがありますよ。おい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 。いろいろギミックがありますよ。あれ？あー、なるほどね。ちょっとリズムというかテンポ変えんのか。2回開いてみたいな。ちょっと待って。道がさ、もう入り組んでて、どこどう行ったらいいかわかんない。スカルバット。あ、これ一撃は無理か。よし。これなんもない。ちょっと待って。こっちから出れるんじゃないの？反対側から。スカルバット。いやー、ここ一撃で落としたいよねー。よし、テレポストーン。テレポストーン欲しいな。戻りの弾とはちょっと違うのかな。薬草と入れ替えるか。あー、出れるわ。うわー、なんかいる。あれ敵だな。ちょっとどう進んでいいか。ブラックマン、
ブラックマン、まあ要は忍者だよね。コール、ずるい、ずるいぞ。ブラックマンでもあれだよね、手元がちょっと赤いよね。ちょっとずるくないっすかこれ。なんか終わんなくねこれ。一撃で落とさなきゃダメってこと？いやずるくないっすかこれ。しかも結構食らうしな。カブト割りで一撃で落とせってか。あーもう、いやなんか絶対こうなるなって思ってた。空振るよねっていう。うわーもうこれしんどいな。弱まったらコールだもん。三振だぜお前。これで3球三振だぜお前。いい加減当てろお前。ああもうやっぱ一撃で落とさなきゃダメか。オッケー。その割にだよね。経験値もお金ももらえるがっつらそうでもない。こいつ戦ってみる。カラクリマン、いいね。ガチムチだなこいつ。いや結構硬いかもしかして。16、あー強いなー。オッケーオッケーオッケー。いやーそうでもないね。これなんだ、罠がかかっている。あ罠、あーちょっと待って、スケットジルキチ。うわーだよねー、罠外し。ここで使わなきゃダメなんじゃないの。ちょっと待って、どう進んでいいかわからん。どう進んでいいかわからんぞこれ。とりあえず渡ろう。白坊主もね、無理しても戦わなくてもいいのかなという気はするよね。いやでもさ、経験取れるところで取っとかないと。あれか、変にこうレベル上げ作業とかしたくないからね。こういうところでやっぱ戦いながら進んでいかないとダメか。スカルバット、俺のバットみたいな、俺の黄金バットみたいな。いや、なんでもないっす。失礼しました。OK。さて、いや、もうちょっと、どう進んでいいのか。基本、この部屋入ってもなんもないのかな。基本的にこれ、罠を解除しなくても、まあ、いけますよっていうことか。あぶねえ。これ落ちたらどうなんだろう。即死？まさか。ドラクエ的な感じで地下に行く、地下に戻されるとか、そういうことではなくて、どうなんだろうね。よし。次の経験値がもう200とかぐらいだったっけか。なかなか、ちょっともうレベル上がんないよね。あっと、カラクリマン。当てろ！うわぁ！ちょっとカブト割りダメだな、これ。よし。結局2ターンかかってるから、じゃあ、10米切りで2ターンかけた方がって感じになっちゃうよね。探す。おう、薬草、オッケー。一回使っとくか。でもちゃんとこの辺薬草置いてくれてるあたりはさ、良心的っちゃ良心的だよね。60回復、OK。うわー、これ外したいけど、マジかよ。うわー、やっちゃったんなー、これなー。まあ、しょうがないわ。あー。またこれ、鍵が必要なのな、これ。
鍵が必要なのですね。まあまあ、でもとりあえずは牢屋の場所は分かった。あとは鍵だな。越後屋の場所を探せ。越後屋をひっ捕らえろ。よし、このね、戦闘曲がね、結構なんだろう、僕の脳内でもう無限リピートされておりましてですね、なんか眠れない日の夜とかにもう永遠に再生され続けてるんですよ。それでなんか余計眠れないっていう感じになりつつある。いや、いい曲だよ、結構好きですよこの曲。わーった、これなかなか一撃で決まることって少ないよね、カブト割り。よし、さあ行きましょう。階段がありますね。なんかいろいろギミックあるけど、あー、白坊主、オッケー。まあとりあえず宝箱を、なんだろう、あの鍵かかってるやつ、開けられないやつ、なんかいいの入ってんのかな、どうなんだろうね。これ行き止まりか。なかなかやっぱ、まあお城の中だけあってさ、広いからさ、ちょい厳しいよね。ナイスー、いいね。いやでもやっぱ攻撃重いわこいつ、このカラクリマン結構がっつり食らうから、まあ HP に余裕はあるけど、だからって余裕ぶっこいてもいられないっていう。スカルバット、よし。でこれはどういけと、針の山だよね。1回2回、あー2回、1回2回でちょっとインターバル開くのか。1回、あ違うな、1回、あれ違うな、もう行っちゃっていいのかな、このタイミングで。行きます。あぶねー、突破した。あー怖い。よし、行き止まり、あの階段か、右の方に見えてるやつ。待て、行きます。うわー、よかった、でも即死かなって思ったけど、あでも結構食らって、いやそうでもないか、全然許容範囲内だな。ブラックマン、よーし、珍しく一発で入りましたね。これ続いてほしいんだよな。あーカラクリマン行ってもいいけどさ、行ってもいいけど、いやー重いんだよ、13ダメージ。 OK、 さてこっちはまた階段も、あーでも結構まだ奥あるな、まだ奥あるわ。とりあえずこの階段アクセスはしてみるか。多分ここ正規ルートじゃないとは思うけど、あでもなんか置いてあったね。よし、いやーなかなかのこのエンカウントで時間取られてますね。1本の動画でこれ進展しなかったりすることもあるぞ、これ
かなり深いダンジョンとか行ったりすると、まともに敵と戦いながらさ進んでいけばさ、これなかなかちょっと時間が取られちゃって一本の動画で収まらない可能性がある。罠かかっている。いやー、開けたいな、開けたいね。ヘラ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 さん、えー、オッケー、調理器ホスピ、なるほど、お前そんなことできんのか。いや、まあまあ通常攻撃はそうでもないね。いやーし、よしよしよし、あ、お金持ってるな結構な。いや、これも多分ダメだっしょ。いやー、マジかー。ジロキチ、お前、早く戻ってきてくれよー。失敗したなー。あれだね、安直にちょっと考えてジロキチさ、使いまくるのも、ちょっとあまり良くないな。いざっていう時にさ、ジロキチ使えないと、結構大変だもんね。いいアイテムとか入ってんのかな、どうなんだろう。まあいいや、このままも行こう。こっちが最深部か、なんか部屋いっぱいあるけど。いや、言ってもレベルもそこそこ高いし、装備も揃ってるから、いや、ここも楽勝なんじゃないかとは予想してる。ちょっと甘いかな。薬草もいっぱいあるしね。ああ、なんもない、なんもないっていうのが分かっただけでもう OK。 カラクリマンじゃない、ブラックマンか。ナイス、一発入った。さあどうかな。あ、階段あります。カラクリマン、扉を開けたら即カラクリマン。オッケー、いいじゃない。いいじゃないか。あっと、これ。いやだよね。もう罠だらけじゃないか、もう。いや、牢屋だな。牢屋だな。レッドスネーク4体。ダーリー、これ。ダーリー。え、ちょっと待って、でもここ最深部だよね。なんか越後屋がいるのかなと思ったけど、いないのか。いやー、ちょっと待って、ここで行き詰まらないことを祈るけど、何もないか。なんか調理場みたいな感じなのかな。まんじゅう、まんじゅうがあるが、もう、あ、まあいらねっちゃいらねえけどな。いやー、それだけか。でも、鍵の所在がちょっとわからんぞ。いや、困ったな。ちょっと困りましたね、これ。ちょっとっていうか、だいぶ困りましたね。ちょっと逃げるよ。一定確率なんかな、逃げるって。強さ、ステータス依存ではなくて、なんか一定確率なんかね。この初期の敵、一番最初の敵相手に逃げられないっていう、思わなかったな。いやー、ダメか。
これ話しかけて会話できないかね。あ、来た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 。あ、無理か。ちょっと待って、どうしたらいいんだこれ。あと他まだ行ってないところあるか。それともやっぱジロ基地いなきゃダメなんかな。でもここでもう最深部だよねこれ多分だと思うけどな。またなんか隠し階段的なやつがあんのか。あー、レベル上がった。ようやく上がったね。なんでなんでなんで、なんか覚えたよ。真空切り、いいね。真空切りかっこよくない。いや、それはいいとしてだな。ちょっと真空切り使ってみるか。真空切り、もう全体じゃねこれ。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、全体ではない。2体攻撃、隣にいるやつにも当たるってやつか。今のパターン3体いたらさ、どうなんでしょうね。真ん中狙って当てるとかできんのかな。ちょっとやってみるか。ここに真空切り。あー、でもやっぱ右隣か。いや、でも全然楽なる。これで真空切りでめっちゃ楽。結構当たるしね。オッケーオッケー。いや、それはいいとしてだな。こっち行ってないか。いや、行ったよな。こっち行ったっけか。あ、危ねえ。こっち行ったっけ。ちょっとわかんないね。オッケー。いや、楽、めっちゃ楽なったこれで。さすがに全体とまではいかないにしても、オッケーオッケー、楽なりましたわ。いや、行ったよね。行った形跡あるもんな。ここも確か牢屋だよね。ちょっと待って、困った、非常に困った。敵のダンジョン内で迷ってしまった。薬草持ちも、いや、もう諦めよう。使っとくか。オッケー。いやー、困ったなー。どうしますこれ。いや、今回の動画でイチゴ屋ぶった切れるかなーと思ったけど、ちょっと無理っぽいなー。なんだったらたどり着くところまで行けないもんね。誰もいません。いや、誰かいるでしょ。誰かいる。鍵欲しいなー、これ。さあ、これ多分入道先生なんじゃない？違う？違うか？いやー、困ったなー。困ったね。どうしよう。よし。もしかしたらジロ基地がやっぱりないとダメなのかもしれない。その場合はちょっと積んでんのかな。どうにかしてジロ基地をさ連れてくるというか、
今やってるミッションを解除させるしかないんじゃないか。いやー、それともまだちょっとどっか見落として行ってないところあるんであれば、まあそこから展開していければいいんだけど、ちょっと、なんともだよね。この先どこなのかな。いやー、ダメだな。これスタートして戻ってきたもんね。いやー、ちょっと困りましたな、これ。一回区切るか。尺いっぱいだし。いやー、困ったなー。お、逃げやがったなー。いやー、ほんと、どうしよう。ちょっと逃げる。オッケー。どうする？これ。いや。一旦区切ります。ちょっとここで。はい、区切りまして。ちょっと次回。どうしよっかな。ジロ吉いなきゃダメなんであれば連れてこなきゃいけないし、ジロ吉なしでもいけるんだったら、はい、まあちょっと頑張ってみようかなと思いますけど、だいたいね、全部、このフロア全部いけるとこ行ったと思うんだよな。穴落ちたらどうなんだろうね。いや、でも即死でお金半分持ってかれるのかちょっと嫌だしな。なんともだよね。この階段行ったっけ？ちょっと待ってください。一回区切ろうと思ったんだけど、この階段ちょっともう一回チェックしてから行ったと思うけどな。いや、行ったな。これ登ったわ。行き止まりなんですよ。いやー、はい、じゃあ一旦ここで区切ります。はい。ご視聴ありがとうございました。